戦場のボス、プリゴジン氏がまた吠えています。お偉いさんたちを戦場に送れ。働かないなら撃ち殺しちまえ。背景に映っていたものも話題になっています。建物の天井から上がる炎と煙。場所はウクライナと国境を接するロシア西部のベルゴロド州。行政の庁舎や寮などが砲撃されたと発表されました。ロシアメディアによりますと14人がけが、そのうち4人が重体だといいます。ウクライナ側が関与を否定する中、反プーチン派のロシア人部隊が攻撃宣言を発表しています。火曜日には首都モスクワもドローン攻撃を受けるなど、ロシア領土内での攻撃が増えている中、国内を飛び回っているのがこの人。ワグネル2を開始するぜ。民間軍事会社ワグネルのトップ、プリゴジン氏、地方行脚の真っ最中です。この日の会見場はボクシングのジム。今のウクライナ軍は昔のようなビビリじゃない。相手が弱いと甘く見ていたらボッコボコに打ちのめされてリングを降りることになるぜ。ウクライナ軍を褒めたたえたその後ろに広がる水色と黄色、完全にウクライナ国旗の色です。この映像にウクライナ政府からも、色のチョイスが興味深いね。何か狙いがあるのでしょうか。プリゴジン氏は明らかにしていません。